い、皆さんこんにちは。タバラチャンネルのタです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、欲張り品種の問題点ってことでね、詳しく見ていきたいかなというふうに思います。欲張り品種というのはですね、樹形ですね、樹形を見てもらうとですね、枝の方がね、横に横に広がっているのを欲張り品種といったね、言い方をしますね。樹形っていうのは、株姿のね、ことですね。このようにですね、今高さがですね、だいたい80センチから90センチで、横幅もですね、1メートルぐらいありますかね。なんで上に横に、1メートルぐらいのね、品種になってますね。こちらですね、我が家のね、セカンドエース、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチになるんですけども、横張り品種とね、いった感じですね。で、こういったね、ブッシュローズに関しては、このようにね、横張り品種もあればですね、直立といってね、上にですね、スーッと伸びるね、タイプもありますし、あとはですね、半横張り、半直立ともね、言いますけども、若干ね、横に広がるタイプもありますね。大体そのね、3種類に分類されるんじゃないかなというふうに思いますね。こちらのね、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチに関しては、横張り品種といったことで、枝ぶりをね、見てもらうとですね、一目瞭然なんですけども、もうすでにね、こちらの枝はですね、もう横に行ってますよね。で、ましてやこの枝もですね、また横に行ってますね。なんで、どん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 ね、横に広がるのを横張り品種といった感じですかね。今回ね、LINE のね、オープンチャットの、バラ友の輪の方でですね、話題に、ね、なったことがありまして、このようなね、横張り品種がですね、枝がね、横に横に地面にね、這うように伸びてしまって、どのようにね、仕立てていけば良いのかなといったね、問題が出てました。視聴者様の方からですね、画像の方をね、添付しても、大丈夫ですよと、許可いただいたんで、早速ね、貼ってみたいと思いますけども、このようにね、やはり地面に向かってですね、枝が伸びてしまって、周りのね、バラにも、枝の方がね、当たってしまって、非常にね、邪魔な状態になっていると。ましてやね、地植えなので、この枝ね、どうしたらいいのですかといったね、問題になってましたね。今ですね、11月の、上旬なので、もう少しですね、この枝のね、状態を、我慢してもらってですね、休眠期に入ったら、枝の方をね、内目で剪定して、ある程度ね、上に向けて枝を伸ばすと。あとですね、真ん中にね、支柱を立てて、麻紐で引っ張るといったね、仕立て方かなというふうにね、タバラチャンネルとしては思いますけど。で、こちらのね、レッドレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、完全に横張り品種といったことで、こちらの枝もそうですね、もう完全にね、この地面に平行してね、枝が伸びていると。で、ずーっとね、見ていってもらうとですね、だん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 ね、枝の方が上に上がってますよね。これはですね、剪定の時にね、内芽を使って剪定しているので、枝の方がですね、若干ですけど、上に向かってね、伸びていると。内芽というのはですね、株のね、中心に向かっている芽なので、こちらの場合ですとね、内芽ですね。で、ここにも芽があるんですけども、こちらはですね、外芽ですね。なんで、剪定の時にですね、例えばね、ここで剪定すると、ここからね、芽の方が伸びるので、地面にね、向かって枝が伸びてしまうと。で、こちらのね、内芽で剪定することによって、今度はね、こちらに枝が伸びるので、地面からね、離れて枝の方が伸びると。なんで、こういったね、横張り品種に関しては、内芽をね、使うことによって、若干ですけど、コンパクトにね、仕立てていけると。タバラチャンネルではね、そういった対策をしてますね。しかしながらね、広いスペースがあって、特にね、欲張り品種でも問題ないよって方はですね、そこまでね、気にする必要はないと思いますけども、我が家のようにね、このように鉢バラが、たくさん置いてあって、コンパクトにね、仕立てて置いている、環境に関しては、内芽をね、使って、コンパクトにね、仕立てていくとよろしいかなというふうに思いますね。で、先ほどのね、写真のようにですね、枝がね、ずっと地を這うようにね、伸びてしまった、もう一つの、原因としてね、考えられるのはですね、シュートがね、伸びてきた時ですね。このようにね、株元から出ている枝はですね、ベーサルシュートといったね、言い方しますよね。で、株元よりね、上から出ている枝をサイドシュートといったね、言い方しますけど、こういったシュートはですね、必ずね、始まりがあるわけですよね。
まあ、ベースあるシュートに関しては株元からねずーっと伸びてきますし、サイドシュートもそうですね、まあ、こういったところからスーッと伸びてきますよね。でこの伸びた時にですね、まあ、枝をねうまく仕立てると、まあ、以前ね、ターバラチャンネルではベーサルシュートの仕立て方といったね、まあ、動画の方を配信しているんですけども、まあ、枝作りをするために早めにね、ソフトピンチを行うと。まあ、ベーサルシュートだったりね、まあ、太いサイドシュートっていうのは他の枝よりも勢いがあるので、まあ、そちらの方にですね、栄養をどん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 送ってしまうので、まあ、ソフトピンチをすることで一度ね、その枝の成長を止めて、まあ、周りのね枝に栄養を送ると、まあ、そういったね仕立て方をするんですけども、でそのねソフトピンチの時にですね、まあ、例えばこの枝がベーサルシュートでね、まあ、株元からずーっと伸びてきたと、ずーっと伸びてきたんですけども、まあ、そのままねピンチもせずにずーっとね伸ばしていると、地を這うようにねずーっとねひたすら伸びていくと。なんでソフトピンチを早めに行って枝のね方向を変えるんですね。ずーっと伸びてきて、ここがねちょうど打ち目なので、まあ、ここでねじゃあソフトピンチをしましたと。ソフトピンチすることによってまたねここから芽の方が伸びてくるので、今度ね上に向かってねずーっと伸びてきますよね。まあそういった感じでね、まあ、新しく出たシュート、まあベーサルシュートだったりサイドシュートっていうのは、まあ、そのようにね仕立てていくと、ある程度ね、まあ、樹形の方も整っていくのかなというふうに思いますね。なんでねベーサルシュートやサイドシュートのね、まあ、ソフトピンチっていうのは他のね枝に栄養を送るためにもというね、まあ、理由もあるんですけども、まあ、その枝をですね、まあ、うまくね、まあ、作り込んでいくというね、まあ、意味合いもありますね。まあ、特にこういった横張り品種に関しては新しくねシュートが出たら、まあ、その枝をね、まあ、どのように作っていくかっていうのもですね、まあ、対策の一つになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、このね11月になりますと、まあ、特にねベーサルシュートだったりサイドシュートっていうのはまあ、ほとんどね出ないと思うんで、まあ、来年ですね春先になるとまたねベーサルシュートやサイドシュートの方も出てくるので、まあ、こういったね欲張り品種に関しては早めのねピンチを行って枝作りをねバシッと行っていくと、まあ、対策がよろしいかなというふうに思います。今回ねオープンチャットの方で、まあ、このようなね、まあ、問題が出まして、まあ、皆さんでこういったね問題を共有してですね、まあ、バシッとねバラ管理できたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、少しねバラが咲いているので見ていきましょう。こちらね川本バラ園のコンフィチュールですね。アプリコットのねロゼット咲きと、6センチ7センチぐらいのね大きさで咲いてくれてますけどね、綺麗なバラですね。川本バラ園のねコンフィチュールですね。はい、こちらもね綺麗に咲いてます。川本バラ園のリュバンですね。こちらはね大きいですね、まあ、10センチぐらいのね大輪で咲いてますけどね、非常に綺麗なバラですね。川本バラ園のねリュバンですね。はい、こちら川本バラ園のドレープですね。こちらの品種はねもうずっとずっと咲いてくれてますけどね、非常にね綺麗な色合いでね咲いてくれてます。川本バラ園のねドレープですね。はい、今日はですね横張り品種の問題点といったことでね、まあ、ターバラチャンネルとしてのまあ、対策とね言ったことで、まあ、動画の方ね配信させていただきましたけども、まあ、人それぞれ考え方やね、まあ、仕立て方、まあ、方法もですね、まあ、違うと思うので、まあ、参考程度にしていただいてですね、まあ、ターバラチャンネルはこういった感じでね、まあ、横張り品種バシッとね仕立てているんだなといった感じでね、まあ、思っていただければよろしいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。